こちらは前田明さんの YouTube からで、朝倉未来選手 VS 平本蓮選手についてで、早速前田明さん。今ちょっと価値の落ち始めている朝倉で、なんとか集客を考えたらこのカードしかないんだろうな。落ち始めてるんだったら平本蓮の方に価値をつけておこう。未来が勝てば復活となるし、と。そして、PE が妙なことを言い出したね。未来に後を継いでほしいみたいな、と。これは今までの格闘界の話題からいくと、榊原社長のことでしょうね。榊原社長が朝倉未来選手にライジンの後を継いでほしいという話題ありましたからね。で、前田明さん。彼はでもね、PE 関係から引っ張ってきてる借金がとんでもなくあって、利子もとんでもない。その利子さえまだ解消終わっていない。聞き役の片田直久さん。そうらしいですね。前田明さん。未来のお金目当てにうまいことを計算し始めてるんでしょうね。片田直久さん。ない話じゃないと思います。と。一体 P 関係とは何なんでしょうか。そして前田明さん。未来ってよく言えば親分肌でいいんだけど、今まで自分に歯向かってきたやつが急に自分の金銭に触れるようなことをやってくると、急に警戒モードを解いちゃう。この間のヤーマン戦の後、平本蓮にちょっと擁護するようなことを言われて、それでこの間の記者会見見てたら、あれ？ミクルどうしたの？口ではいろいろ言っているが、スイッチがすでに落ちていた。ミクルが今つるんでいる地元の友達も、もともとは喧嘩相手。だからミクルの中に変なスイッチがあるんですよ。少女フレンド入っちゃった。負けてもプロデューサー業やればいいやって気持ちが芽生え始めているのかな？と、鋭い指摘。その点平本蓮選手は一回仲良くなってもその後まだいけちゃいますからね。でもだから朝倉未来選手、そこからさらに裏切ってきた柴田さんが超嫌になっちゃったんでしょうね。で、平本蓮選手の方はそういうこと自分もやってるし、その気持ちもわかるから、まあまあ柴田さんのことを受け入れていると。前田明さん、未来は打たれ弱くなったわけじゃなく、メイウェザー戦で KO されて、脳が脳を守るための失神スイッチが入りやすくなっている。ヤーマン戦では理由はわからないが、反応とスピードが落ちている。素早く筋肉を収縮させるプライオメトリックトレーニングをやれば改善される。それを教えるのに和田良学君はピカイチ。本人たちが持っている体幹の強さを引き出してくれる。まあこれらのあれこれは杞憂であればいいが、今ブレイキングダウンが存続のピンチじゃないですか。これがもっとやばいぞってなってきたら、なおさら試合に集中できなくなるが、どうなるのかね。なんと前田明さん曰く、今ブレイキングダウン存続のピンチのようです。やはり社会に対する悪影響的な。前田明さん、ミクルがここ勝ってクレベルや金原、鈴木千尋などの上位陣に食い込みたいって言っていたのは、そう言わないとプロモーションにならないから。俺は前からミクルが金を持つと怖いと言っていた。わけわからんところにひっそり生える毒キノコのように、金と強さというダブルスタンダードの気持ちが芽生えてくる。しかも今回アイドル復活みたいな企画も始めている。もう本当にね、と。そして平本蓮選手については、毎日コツコツ積み上げる選手、ただミクルと違って直感の天才とか器用さというのはない。ただ一発一発すごいものを持ってる。ミクルは今タイで練習しているが、体式も確かに悪くないが、それより 100% 自分が根本に持ってる能力を伸ばすのと、衰えている反応を前のように無意識にできる神経系トレーニングがいい。そこに平本蓮に対するブレーキスイッチも入っちゃったから、俺からすると今回のは本当に妙な試合に見える。平本はミクルの引退発言に付き合うんじゃなくて、お前は日本チャンピオン止まり、俺は世界を目指す人間、初戦踏み台、俺が負けるにしても僅差の判定だろうぐらい言っておけば、ミクルも少女フレンド入らずに済んだのに、こっちも引退するって言ったのは、逆にミクルの友達スイッチがさらに入っちゃうんじゃないかと思ってヒヤヒヤして見ていた。今回は激突って感じの試合にはならなそう。ぼーってやってて、どっちが倒れたとかダラダラしそう。まあ平本蓮の方はガンガン行きそうにも思うが、ミクルは今ブレイキングダウンの立て直しとアイドル企画の成立と自分の立て直しと抱えている問題が多すぎて、本当にできるんかなと思う。ミクルはリングに固執すること、今はあいつが元来持っている佇まいの鋭さがない。スイッチが切れてる。これでブレイキングダウンがメディアから締め出されれば、もう一回奮起するかもしれないね、と。そしてブレイキングダウンはもうこれで逮捕者十何人出てるんだって。信じられないよね。
アウトサイダーも確かに問題があったが、それでも3年に1、2回ぐらいの割合だった。ブレイキングダウンは始まって2、3年で十何人。もしかしたら公共の電波を使うのはいかがなものかとなりますよね。ミクルは何でもかんでも早急な成功を望んでいるんかな。早く仕込んだものは早く崩れる。俺がアウトサイダーの時に気をつけていたことは犬の集まりにしないこと。だからお前らもう喧嘩買うなよ。パクられたらプロ扱いだからな、と言っていた。ルールミーティングもちゃんとやっていた。こういうのは反則だよ、とか。だからアウトサイダーは今でも横のつながりがある。ブレイキングダウンははっきり言って犬の集まり。特に大阪、東京ではパッと見てヤクザって人がいないが、大阪では普通にヤーさんが歩いてる。で、普通に少年が悪くなると飯に連れてってもらったり挨拶したり、つながりができて、大阪は若い時やんちゃしてましたじゃ済まなくなってくる。引きずってるやつが多い。ブレイキングダウンのやつらに大阪府警、兵庫県警に目つけられてるから気をつけなきゃダメだよ、と言っていた。ピーのピーの連中が防隊法指定されてて、誰かがどっかでそこと関わっている。その連中にミクルさんのおかげで、ミクルさんのおかげでとか言われて、またミクルの親分スイッチが入っちゃって、もうはちゃめちゃになってきた。お金が入ってきてなくてカツカツでやってますって言うならまだ冷静でいられるが、お金は本当に麻薬のように酔っちゃう。でもこれらが俺の杞憂であり、トレーニングに集中できるなら別にそれでいい。大事なものを置き忘れてきちゃってる気がするんだよな。実はヤーマンとやる前に平本戦が決まっていたら、ヤーマン戦でのあれがそこで起きていると思っていた。ただミクルの才能はピカイチ。今はできることは崩れた石垣を立て直すこと。と、ここで以上で、話めちゃめちゃ面白いですね。しかも朝倉未来選手思いの、これは親心からですよね。そしてブレイキングダウンはなくなってしまうのか。そして去年の12月、有名 TikToker を殴り、さらに脅迫し30万円を振り込ませた恐喝容疑で逮捕された大輔、シェンロン、サップ、西成ら。関係者によれば主犯格となる大輔は罰金を課せられ、他の4人については不起訴処分、起訴猶予になったらしいです。アンディ南野さんはこの日ツイッターを更新して、サップ西成、先ほど社会へ戻りましたとツーショットの写真を添付して投稿しております。そしてこちらは昨日一番大きなニュースでしたかね。 K1 公式よりのお知らせ。野入正明選手が3月26日付で K1 と契約解除となりました。野入選手は、 K1 とは円満に契約終了となりました。これからも野入正明の応援をよろしくお願いいたします。と、それと安保ルキア選手、これを引用リツイートして、新たな舞台でも活躍を期待しています。ただその前に、ライジンは独占契約じゃないから、可能なら3年越しに俺と一戦どうですか、と対戦要求。さらにその後安保ルキア選手、自分の気持ちを文字で伝えるのは苦手なんで動画で、としましてツイッターで、世間も俺に勝てないって思ってるからこそもう一回戦いたい。今なら勝てると思っている。 MMA は、と言われるが、俺はブレていることにブレていないから。 MMA とキックボクシングの練習両方やってる。やりたいと思ったやつとやりたいと思ったルールでやる。試合で沸かせたい。ただそれだけを思っている、と。平本蓮選手はそこに、やめとけ、ガチで死ぬぞ、とコメント残しております。で、久保優太選手が、僕の気のせいであればいいんだけど、いや気のせいであってほしいんだけど、安保選手が僕の試合前にリングに上がってブワカオに宣戦布告してなかった？試合直前だったから気にならなかったけど、今ふと。 MMA どうしたんや。大晦日少なからず刺激を与えられて嬉しかったんだけどな。まあ僕もボクシングに行くって言って K1 を引退して MMA に行ったから、人のことはあまり言えたくしではないんですが、笑い。ただキックと MMA だと距離設定から全く違うから、初期に両方やろうとするとマジでどっちも弱体化すると思う。鈴木千尋選手は元が MMA ファイターで、MMA ファイターがキックルールもできるというわけなので、キックボクサースタイル変更から MMA ファイターっていうわけではないから、真似して間違えるとバラバラになってとんでもないことになっちゃう。そういった意味では安保選手とマジでキックルールで自分は試合をしなくてよかった。軌道修正にまた修正で3月 MMA の試合するなんてできなかったと思う。そして今は格闘技のマーケットが MMA が主流になってしまっているので、これからより一層キックボクサーがMMA に行く流れは自然な流れなのかもしれないけど、そういった選手へいい形でシェアできるよ。自分自身が実験台となって日々研究もしているので、知識と経験を常に
データとしても蓄積しています。自分自身の夢を追う楽しさはもちろんですが、いつか立ち技選手が転向の一つのモデルケースになれればいいかなとも思って日々頑張っていますと、アンポルケア選手のあっちゃこっちゃは逆に弱くなってしまうようです。でその後野入正明選手からも返答がありまして、ありがとうルキア、でもそれに対してはごめん、興味ないかな、ルキア自身が好きなことをやりたいように俺も自分のやりたいことに挑戦したいからさ、 MMA に挑戦したのすごいと思うし、これからの活躍も期待してる、立ち技でも MMA やるにしても頑張ってと結局振られてしまいました。で青木真也選手がそれを拾ってきて、コッパみじんと余計なちゃちゃ入れております。でアンポルキア選手まだありまして、須田リオ剛選手と貴健信選手の揉め事に首を突っ込み、どう見てもお前の方が一番のチンピラやろ、俺は確かに一般人殴ってその後処理もケツ持ちに頼んだ、でもそれは俺がバカにされたりとかで、それがその時の俺の正義だ、悪いことをしたとは思っていない、それより俺はお前みたいな弱い者いじめはしない、俺のそういう部分は俺の周りの奴らだったらみんな知ってる、はいアンサーどうぞと長文ツイートをしたところまでは昨日やりましたね。それに対しての須田リオ剛選手の返答来ました。お前のレシート並みに長い語りなんか読む気にならないね笑い、けど一般人に手を出していることを認めた時点でお前の方がチンピラよと、確かにお前は生ぬるい世界しかいたことないから、俺がなんであんな風になったかなんてわからないだろうけど、俺は一度たりとも理不尽なこともいじめもしたことないよ、それこそ知ってる人は知ってる話だからな、ネットに書いてあることしか言えないこの単細胞が、それに喧嘩に体重なんて関係ねえよということで、アンポルキア選手 MMA とキックボクシングだけでもガチャガチャになってしまうと言われていたのに、さらにここに喧嘩も加わりました。はい、もうミャンマーラウェイに転向してください。あ、でも話変わるけど、ミャンマーラウェイってことはトケシ公平選手今はライジンベアナックルと提携間近と言われておりますので、ベアナックルへの参戦あってもいいかもしれませんね。そしてさらに昨日はもう一人 K1 公式より篠塚辰樹選手に関するお知らせ、3月26日付で K1 と篠塚選手の契約が円満に満了となりましたことをご報告させていただきます。篠塚選手の新たなステージでの活躍にご期待くださいと、アンポルキア選手が辞めた時は最後のこの一文がついていなかったんですよね。篠塚選手本人は高い違約金を払って K1 とは円満に契約終了解除となりました、俺のベルトか欲しけりゃくれてやる、クラッシュフェザー級王座決定トーナメントを決定だ、次のチャンピオンは誰だ、みんなコメントしてと自動的に返上ということですね。でそれを受けて平本蓮選手、俺このことを知らんかった、ダブル、でもとにかく篠塚辰樹の次戦が楽しみ、チラッと聞いた話だとレイチと死ぬほどスパーリングやってるらしい、これは強い、てんてんてん、レイチとひらがなであります、誰のことだろう。そして芦田龍生選手へのナマズの名付け親、小沢海人選手、小沢海人選手も今 MMA の練習をしているという噂は聞きますが、なぜ K1 離れが多いのか真剣に考えている Now と投稿して、篠塚辰樹選手がそれを拾って、お前じゃ MMA 無理だからやめとけおっさんと投稿しております。 K1 選手が離脱してライジンとか来てまた揉めているのを見ると面白いんですが、 K1 時代より10倍ぐらいの火事になるんですよね。でさらに平本蓮選手、一般の方にそういえば篠塚辰樹襲撃の件はどうなりましたか、もしかして偽装だったんですかと聞かれて、平本蓮選手、なんで他人のお前らに説明しないといけないのと急に冷たく突き放しております。ファンの方たちからは目撃情報とか呼びかけておいて、それはないだろう、他人に拡散してくれってお願いしてただろうなどのコメントついております。でさらに平本蓮選手、 UFC の独占禁止法の裁判で500億以上の慰謝料で和解どうのって今話題だけど、あの頃独占されまくってた元 K1 選手の俺たちが力を合わせて集団訴訟したらどうなるんだろうか、2年間俺は時間を奪われて無職の時間を2年も過ごした、あれは本当にきつかった、嘘 K1 の大人の皆さん安心してください、そんな暇今はないから爆笑絵文字とも投稿しております。でさらに一般の方の、レン君最近になって有名選手が K1 から大量離脱しているのってなんでですかに対して、噂によると近々格闘技系の名探偵コナン君アカウントができるらしい、全部格闘技界で起きたあれれなことはそこで説明してくれると思いますと、また暴露系の平本蓮選手の福赤
爆誕の匂いがしております。でも K1 の離脱者、ここまで平本蓮選手でしょ、だからタイガ選手、久保優太選手、アンポルキア選手、武井良樹選手、浩二選手、木戸選手、芦澤龍生選手、木村実選手、武尊選手、篠塚選手に野入正明選手、平山仁選手とかもいますもんね。これだけ K1 昔は抱えてたと思うとそれは面白いですよね。そして抜けた今はどうなってしまうのか。そしてこちらサラクボチャンネルよりで、今回わずかに勝てたその理由というもの、久保田選手、それは宮田和幸代表のおかげ、炎上しても見捨てず指導してくださった、今回のオファーは飛び級がしたくて受けた、自分には伸びしろがあった、 K1 の打撃を出せれば強くなれるので、1ラウンド高橋選手のミドルのキャッチからの返しのパンチは反復練習の賜物で狙っていた、高橋選手のタックルのフェイントからのパンチはもらってしまったので今後の修正点、あれは聞かされた、1ラウンドは耐えるというのが作戦だった、そこで相手の出方を見る、1はテーピング禁止だがライジンは OK なので、事前に上田隆夫トレーナーが高橋亮吾選手が自身の足にテーピングぐるぐる巻きにしてきたらそれはカーフを打ちますよっていうサインだからねと教えてくれていたので、カーフは読んでいた、みんながやっているカーフのカットは自分の足が弾かれてるやつで、あれは良くない、本当のカットは威力の6割7割ぐらいのところで受けるというもの。2ラウンドの中盤、高橋亮吾選手の足を指さして今の俺のカットを聞いたろってやった時に、高橋選手はカーフの対策をしてきたなと言ってきたので、僕にはカーフは通用しないよっていう会話をしたと、かっこいい久保優太選手。そしたら高橋選手の選択肢はパンチかタックルかしかなくなる、気をつけていくものを減らしていけばおのずと自分の展開になる、パンチできたら天下を合わせられる、三日月も聞いていたがさすがこれまですごいところでやってきていた選手だけあって倒れてくれなかった、 K1 時代だったらあれで倒れたり聞かせてその後押し込んでいっていたのに、自分のレベルがもっと上がればこれを1ラウンドから始めることができて結果的に倒しきるというところまでいけるんじゃないかという手応えを感じれた試合だった。テイクダウン、寝技の対処も少し覚えて、倒されてもいいやと思えてからやっと少しずつ K1 時代の打撃が出せるようになりました、絶対にライジンフェザー級でチャンピオンになる、久保優太選手はここ最近面白キャラが先行してたんで、ある意味その分ためがたくさんあるんでね、そこの部分でも伸びしろたっぷりですね。あとこれを撮っているのが沖縄でサラちゃんとやっている自分の宿泊施設からですと言ってて、サラちゃんが大枚はたいて買った土地は宿泊施設になったようです。だから最近久保優太選手よく自分は恵まれた環境にあると言っていたのかもしれませんね。儲かっていると推測します。そして宮田和幸代表が大会の総評をしてくれておりまして、まずはその久保優太選手からで、練習だと高橋亮吾選手がやれたと思うが、これは試合なので打撃から始まるからね、作戦としては絶対に組まない、高橋選手はタックルタイプじゃなくて打ち合いの中から刺してくるので脇を締めて首相撲で対応、顔を押し返す、三日月で削り出てきたら膝、なかなか久保君に勝つのは大変だよ、K1 のチャンピオンと MMA でやり合うのはきついと思うよと、宮田和幸代表がそこまで自信を持って言えるほど久保田選手強くなってきているということですね。そして他の試合も行くと、武田の金敵はあの後病院直行したが大丈夫だった、サオムとタツキフライ級盛り上がってるから、うん、出てほしいよね、今うちに木村修也というのがいて、日本拳法日拳の中で過去最高の選手と同じく日拳出身の中村優作選手も言ってくれている、今2戦して2KO 近々世に出ると木村修也選手です。木村実は筋量が多いので消耗が早い、ブアカオスピードは落ちていたがめちゃめちゃ強い、アーセンはもっと寝技をやった方がいい、ケイタロウは70じゃなくて77の方が力を発揮できると思う、イゴール田辺は階級が合っていない、減量すると血管にダメージが残り年取ってから食らう、水抜きはもともとレスラーがやっていたもの、それを自分が MMA に持ってきたのが始まり、柔術みたいに軽量やってすぐ試合ってのが一番フェアだと思う、佐藤翔子選手は練習やったことある人みんなが強いと言っている、萩原恭平選手はレスリングすごい上手くなっていた、レスリング鬼馬の武田からよくあそこまで耐えた、1ラウンド武田がいけなかったのは無財布戦を思い出していたからと、以上です。そしてこちらはストラッサー・キー選手の試合振り返り動画、ストラッサー選手
俺の試合前のライジン公式からの動画のええ加減にせえやこらで、ジャッキー・マサエ選手と戦ったユウヤ選手の1歳のお子さんを泣かしてしまったらしい。その説は申し訳ございませんでした。木村実は自分が攻めてる場面で反撃を食らって下がっていた。攻めるときべきに、攻めると自分の時間になるのに、下がってしまってはそれが崩されてしまう。それを見て心が弱いなと思った。ええ加減にせえやこらの生みの親は、久保優太選手と柴田とのあのやりとり。あそこから久保優太選手をずっと見ているが、格闘技に対しての取り組み方が真面目。久保優太選手に YouTube 的になるが、MMA を応援したい。逆に打撃も教わりたい。絡んでみたい。コラボよろしくお願いします。と。これは超俺得コラボです。レーナ選手 VS 新百合選手は、レーナ選手のテイクダウンがなかったら新百合選手が勝っていたとも思う。そして萩原恭平選手については、武田浩二選手のテイクダウンに上半身を緩めてだけの対処をしていたが、それはただのその場しのぎ。もっと相手の脇を刺して突き放して打撃。俺だったらもっと恭平を強くできる。一緒に大量の時間を使ってやっていくのならその自信はある。試合後恭平は、ああ、ここらが自分の限界かもと言っていたが、まだまだ甘い。そんなん言ってる場合ちゃうで。100がマックスとしたら、まだ55ぐらいの力しかつけていない。ストライキングは向上してんだから、あとは脇を刺して突き放すというところの徹底。そのコツをつかめば確実に強くなる。あともうちょっとだから、頑張ろう。どっかで必ず開花するから。そして、慶太郎さんらしからぬ、力みすぎていた。持ち味を出せていなかった。再戦が見たいので、それまでまた頑張ってほしい。慶太郎さん応援しているということでした。そしてこちら、武田浩二選手自身のインスタの質問返しで、次戦やりたい選手を教えてくださいと聞かれて、クレベル小池選手と肩を組んでいるところの写真アップしております。クレベル選手とやりたいようです。こちら2人はタイで一緒になって結構仲良くなった者同士でもあるんですが、そしてこちらはツイッターのアカウントで世界の武術格闘技というのがあって、私もフォローさせていただいているんですが、この選手はタイのヘビー級ムエタイ選手で、ブロブタン太ったロッタンというリングネームで活躍しています。タイ弓道と一発のパワーが非常に強く、タイのアマチュアムエタイ興行によく呼ばれています。ビッグガイでガキ大将的な怖さがあります。ニースグル選手、この動画に対してかっこいい点点点とコメント残しておりまして、で見てみますと、めっちゃデブ豚だけど、ボンスレスハム系のパッツンパッツンの豚で、まず名前がコールされた時、セコンドにタバコ吸わせてもらってて、それを食らせてから相手と向かって、でパンチ力がすごくて、見破う見破うって言いながら殴るんですけど、それで相手がワンパンでのけぞってて、で相手は一回り小柄なデブで、こっちも殴るとき、見破う見破うって言って殴ってて、あ、これ、最初の人の、これ、オリジナルじゃなくて、スタンダードな掛け声だったんだって、そこでわかるんですが、で、今度はその大デブの方がですね、小デブにガンガン殴らせるんですが、ノーダメでラストワンパンで、相手を吹っ飛ばして KO するっていう、漫画みたいなやつなので、URL 貼っておくんで、興味ある方はぜひ、見破う見破う。そしてこちらは、わざわざタイにまで行ってロッタン選手にインタビューしてくれていた細川バレンタイさん。今度は食事しながらプライベートなことにも質問してくれております。ロッタン選手、僕は人に教えるのを好きだよ。セミナーを開いたりもしているしね。でも一番は自分が戦う方が好き。練習は嫌い。だから試合をたくさんして、それを練習代わりにしている。一日2試合やる時もある。これまで？1000試合ぐらいはしていると思うよ。公式戦やタイトル戦の前はちゃんと練習するよ。ただ相手の能力や強さを把握して準備期間が3日だけのこともある。選手によってスタイルも何もかも違うので、毎回同じ準備法というのは良くないと考えている。ボクシングは大昔に2回だけしたことがある。妻の美女ファイターアイーダさんの一番好きなところは、お互いが理解できているところ。自分は10人兄弟で、ムエタイをしているのは自分一人だけ。自分が他を食わせている。奥さんとの出会いは、最初奥さんがロッタン選手のフェイスブックのファンクラブに入り、そこでやり取りが開始された。ロッタン選手からメッセージが来たというと、細川バレンタインさん、じゃあファンを食ったんですねと、育ちの悪さがつい出てしまう。ロッタン選手も、でも釣りみたいにルアーを投げてみたらこれに乗ってくれておりましたと。ここで以上で、ロッタン選手の魅力がこの間の動画といい、今回も新しく引き出されておりました。
チャーミングな人。そしてこちらは那須川天心選手、今度は WBC 世界バンタム級の10位にランクインしたというニュースなんですが、これを拾ってきまして、細川バレンタインさん、那須川天心は超強いですが、これは低肩パワーです。もう一度言います、低肩パワーです。軽量級はそれだけ日本独占の市場ということでもありますが、間違いのないようにもう一度言いますね、低肩パワーです。一般の方、なんで那須川天心はスーパーバンタム級の体重でバンタム級の対戦相手とプロ参戦して世界ランキング入りできたのですか？エキシビションマッチではなく、なんで体重差がある公式戦が成立しているんですか？私にはこの問題が納得できません。バレン先生の誤解とよろしくお願いします。俺もわかりません。でも大橋、提言でなければ無理だねと。そしてこちらは花咲レアさん、浦西光さんとのブレイキングダウンの試合を突如キャンセルいたしまして、その後 SNS で何もなかったかと思いきや、実はですね、庄司選手とのコラボ動画を出してまして、で庄司選手の方も出してて、花咲レアさんのチャンネルでも出してまして、でそこの概要欄のところにですね、このような説明がありました。追記ですが、今回試合はなくなりました。大変申し訳ございません。試合が決まった経緯や運営との裏事情、視聴者さんが見えない部分を含め、すべて一連お話し謝罪いたします。もう隠すものはないし、黙って隠し通すことも疲れました。にっこり絵文字と、はい、近々何やら面白いものが見れそうです。そしてこちらは沢著座大沢、大沢健さんの格闘技2通信からで、これはでもライジン前のものなので今でも通用する部分のみで、まず秘宝から、見えてれば聞かないわ今でも思ってるし、そうじゃないと前に出ることができないんだけど、あんまり言うとみんなから叩かれるので、これからもうあまり言わないようにすると。そして3200円のスパチャをしてくれた人が、ダラカクさんから来ました、俺らのアイドル、サワチョとコメントし、大沢健二さんは、ダラカクさんって名前たまに聞くんだけど、よくわかんないんですよね、と。これ私の一番いいやつですね。聞いていないとわかれば自由に話せるっていう。じゃあ大沢健二さんのね、たまに被ってるニットのピンク色がジャンボタニシの卵と同じ色っていうのはね、ここだけの内緒にしておいてくださいね。まあいつも言ってるから内緒ではないか。そして、格闘ドリーマーズの鈴木孝也選手や朝倉未来選手に過去地下格時代勝利したことある辰巳選手に、この間勝利した大沢健二さんのところのカイト選手は、もともとはてっぺんジムにいたようです。 MMA をやると言って離脱、体が弱くて病気がちなので、あまり練習前も試合前も追い込めないと。そして福田龍也選手の使う言葉のヒリヒリはまあわかるんだが、セッションって言うんだ。サーフィンのことを波乗りっていう感じ。イギリスではセッションって試合のことを実際に言うらしいんだけど、でも使うの勇気いるよねと。そしてステロイドを一度やってやめても、筋肉の増えた核は10年ぐらい残るから、74キロは完全に今回メカミノル級と。メカミノル級はやだな。そしてさらに大沢健二さん、木村ミノルを制裁しちゃったらそれで終わりになっちゃうので、メカミノルのガードの上からのメカ右フックで1ラウンド失神 KO 勝ちを期待している、その後の世界が見たいと。そんなスチームボーイとかね、メインブラックのスチームパンク系の世界ね。さらに大沢健二さん、タイの選手でステロイドやってるって話も全然聞いたことがある。ブアカーをやってる可能性全然ある。体が大きくなってるし、そんな時期があってもおかしくないということでした。そしてこちらはザ・ブラックベルトジャパンから JTT に移籍した強すぎる18歳、サッカーバックボーンの秋元京馬選手、ディープの上位陣に試合断られまくってやる相手がいないと嘆いておりまして、一般の方が、元ディープバンタム級チャンピオン石塚浩一さんあたり試合受けてくれないから、お互い打撃できるし面白くなるだろうというものをリポストしております、リツイートしております。はい、というわけで本日は以上となります。今日はちょっとですね、著作権を、まあ、犯してまでっていうことは悪いんで、お借りしてでも皆さんにどうしても見せたいものがありまして、コロコロコミックで今まで漫画家になった実際のキャラって言えば誰を思い浮かべますでしょうか。まあだからカットバセ清原くんとか、最近で言うと芸人のオードリーとかありましたね、出川さん、ヒカキンさんとかね、いろいろあったと思うんですけど、違います、最先端はこれになります。はい、こちらになりまして、
まさかの夢グループっていうね。やだ社長すごいってやつですね。本当に閉じ狂ってやがるぜ。あ、でもコロコロコミックって連載した友達から今まで全てのそういう実写もの許可取らずに勝手にやっててクレームが来たらやめる方式って聞いてたんで、まさしくそのオードリーのやつもそうだったらしくて、まあだから、そんなところからねそれ使うなとか私の方も言われたくないですよね。でもこれ何なんだろうね。元ネタ子供たち絶対わからないでしょう。おじいちゃんが孫に読み聞かせでもするのかな。はい、ということでこれだけなんですが、今日はこういうお話でした。また聞いてね。